今日はお休みでいろ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 してました。天気が悪いのがちょっとポイントだったんですけど、パークは屋根があるので、スケボーのパークはちょうど YouTube でスケボー見てた。私のスケボーの動画ですか？で、スケボーして帰ってきて、排水口の台所の排水口をゴシゴシしてました。漂白してつけてゴシゴシして掃除してきた。昨日の公演ありがとうございました。ありがとうございます。昨日昼夜公演やってたんだ。一昨日はライブしてたんだ。それで次の日スケボーするって元気ありすぎ私スケボーは逆に元気、スケボーは本当疲れるとかないから、気分転換に やることが多いから全然疲れることじゃない、自分のことで、自分の中で。でも2日間フェス、今年初フェスで柏崎行って移動もあって、で昨日は昼夜公演で生誕祭でって、結構体力的にはハードだったんですけど、でもしっかり寝たら元気になりました。そう、インスタにも結構リアルタイムで載せてたかも。今日は珍しくリアルタイムで載せてました。スケボーしてて本当にショックな出来事があったんです。かわいい、ありがとう。ハートありがとう、リップもありがとう。スケボー動画毎回上手くなってて感動です。本当嬉しい、めっちゃそう言ってもらえると頑張れる。これから暑くなって大変ね。でも今日もすごい暑かった。長袖ちょっとね、暑すぎた。周り見渡すとみんな半袖で、今日は気温が24度とかあったのかな。曇りで雨だった、曇りのち雨だったけど。柏崎もありがとう、ありがとう。本当に楽しかった柏崎。やっぱ野外フェス、みんなのなんか開放感がすごい。ステージの開放感もそうだし、みんなのよっしゃ声出してやるぜっていう熱がすっごい伝わってきて、めちゃくちゃ盛り上がりました。元気すぎです。元気なのかな。でも普通だと思う。みんなが毎日お仕事して、朝起きて仕事して帰ってくるのって結構体力使うじゃないですか。それと同じ、同じではないか。そう、ハードな、結構ハードなスケジュールだったけど楽しめました。仕事以外に夢中になれるのはいい、最高で。そうですね、確かにやることがある、ない時にバスケをしよう思えるのって結構大きい。それがなかったら何してたんだろうって本当に思うぐらい、もうなくてはならない生活に。でも割と今日久しぶりだったんだけどね、滑りたかったんだけど
足が重くて行けてなかった。だからそんな時もある。今回は久しぶりに滑って、久しぶりに板乗ったのに、久しぶりって言っても1週間とかかに乗ったのに、この今日で板が壊れるっていう。板は無事なんですけど、板の先に ついてるタイヤがあるじゃないですか。タイヤのこの間を支えるトラックっていう大事な、それがなければ滑らないっていう大事なパーツが、ネジの部分から金属なんですけど折れてしまって、だからもう私明日から滑れない。すぐさま買わなきゃ。トラック結構高いんだよね。トラック1前後ろノーズテールって前後ろあって1万ちょっとする。でそのウィールだけじゃなくて、あトラックだけじゃなくてこのタイヤの部分のウィールも4つ、車と一緒で4つ合わせて、まあ、1万しないぐらいで、板は1万ちょっとで、その中のベアリングっていうこのタイヤを回すための真ん中のパーツがめっちゃ高いんですよ。それが本当に2万とか3万とかいいやつだとするんですね。だからそのベアリングだけは絶対に守りたいと思って、壊れ方的にその金属の部分が折れて、そのベアリングタイヤの真ん中に挟まっちゃって取れなくなっちゃったの。カンカンカンってやっても、このままだとこのタイヤもダメになるし、中のベアリングも買い替えなきゃいけなくなるし、トラックは折れたからもう買い替えるとして、やばい、めちゃくちゃ出費だ、思わぬ出費って思って、もう無理だって思って、来月生きていけないって思ったけど、なんか子供たちが集まってきて、どうしたのみたいな感じで、え貸してみみたいな感じで子供たちが集まってきて、カン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 ってやってくれて、あのなんとか挟まってたパーツが取れて、買い替えるのがトラックだけで済んだ。タイヤのウィールの部分はね、板変わっても使えるんですよ。次の板に新しくしたら、タイヤはそのまま次の板に使えるので、そんな買い替えなくていいんですけど、日焼け止め塗ったのに日焼けした。私も今日日焼け止め塗った。曇りの日が一番紫外線がすごいから。でも今日は室内でしょ、滑ったからそんなに大丈夫だけど、あの浴衣はね結構珍しい浴衣だった。でも珍しいです。今日子供たちがいっぱいいて可愛かったんですけど、なんか運動会、新潟市の地域の人たちは運動会だった子が多いのか、まこき子もインスタに載せてたんだけど、運動会この土曜日で運動会だった学校が多かったみたいで、その振り替休日が月曜日の今日で、あんな多かったらしいんだけど、だからってこんな小学校別々の子たちなのにこんなにスケボーしてる小学生がいるんだって思って、なんかびっくりしたし、なんか嬉しかった。子供たち、大人はね本当に3人ぐらいしかいなかった。私合わせてお母さんとかあれ覗いて、私って大人に見えてんのかな率直な疑問身長的には変わらないんだけど、子供たちと。オレンジフェアの意外ゲス、確かにこの明るい部屋でのフェス、さらになんかテンション上がったかもしれない。やっぱ明るい方がさ、ステージ立っている時にさ見つけやすいし目立つ。風の字の振りまでスケボー打ってた。ええー、
欲しい。いくら安そう。だるまありがとう。かわいい。ありがとう。ベアリングの性能でパフォーマンスの差が出そう。え、本当にそうだったの。私のベアリングめっちゃいいやつです。だからもう本当に、はい、壊すわけには、無駄にするわけにはいかなかった。ベアリングだけはもうダメにしたくなくて、ウィールを粉々に砕いてでもベアリングは、ま、守ろうって思ってたんだけど、なんか周りにいた子供たちが助けてくれて、隙間になんか溝みたいな、ドアをこう閉めるところのこのスライドするところの溝があって、そこにウィールをボンって置いて、上から細い金属でカッ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 ってやって取れました。折れた時怪我しなくて、え、そう、本当に。でもね、折れたこと気づかなくて、普通にいつも通り降りして乗って降りて滑ってたんで、着地してスーっていって気づかなくて、進んでるんですよ、1個タイヤがなくてもズルズルズルって。だから全然気づかなくて、子供になんか「あ、折れた」って言われて、え、折れたって何って思ってみたら1個タイヤがなくなってた。もやし生活、いや本当にもやし生活かも。私今月お金なすぎてもう本当に何もできない。あと 1,2,3,4 日とか言いながらスケートボードのパークは行ってるんだけど600円今日かけたんだけど、でも今日も行くか迷って、だから600円結構でかいなって思って行くか迷ったぐらいカツカツで、今本当に自炊頑張ったりしてるんですけど、無駄遣いしないように。今までだったらなんかお菓子食べたいな、甘いもの食べたいなとかでパッて買ってたようなお菓子とかアイスとかをやめて節約してる。本当にもやし生活今。今月なんか家具を買ったのと、なんでだろう、ああそうだ、実家に帰った時の、もう実家に帰った時から金欠って言って、友達と遊んだ時もちょっと金欠だからちょっとあんまりどっか行けないかもって言って行ったのが秩父だったんですけど、でも車運転してくれて、流しそうめんも600円で食べて全然お金使わなかった。やっぱり車あるってさ最強だよね。自然とか大好きだからさ、お金使わなくてもさそういうので楽しめちゃう。だからメンバーのご飯も結構今月何回か断って、かわいそう、カツカツでこんなはずじゃなかった私の人生シーズン券が本当につい最近できたんですよ。シーズン券っていうか回数券、今まで1回600円だったのが、そう回数券できてちょうど2週間もしないぐらい、本当最近に。だから次来月買おうかなって思ってる。年パスはできなかったな。家具が買ったのは3段のコロコロって転がせる
ワゴンみたいな一時期バズったやつ組み立てて、サンダーのワゴン、ネイリストさんとかがよく使ってるのと、またこれも同じような大きさは違うけど、ラック、3段のラック、でっかいラックを台所用に買った。私も公園入るために応援生活よ。そうだよね、公園1回600円じゃないもんね公園ってそんなに気軽にさ入れるところじゃないよね、きっと。ファンの人はもう会員登録して慣れてるからさ、操作とかも取り方、チケットの取り方とかもさ慣れてるかもだけど、それでも大変だしね。しかも1回4800円とか、めちゃくちゃ簡単に行ける、気軽に行けるわけではないよね。だから本当に毎回のように全公演来てくれてる人も本当にいるし1回来るのにもすごい労力を使うじゃないですか。本当にみんなのこと尊敬する。プラス交通費もある。自分も金欠なんで秩父行ってきます秩父最高だよ。まあお昼代と、まあ車で行けるなら車のガソリン代と、あ、でもね残念、私が行った時ね半額で行けたんです。だから実際1200円だったと思う。私600円だったけど、でもランチだと思えば、もうほんと3食分ぐらい食べれる。だからそうめん食べ放題だから、私お客さんがストップっていうまで永遠に食べれるから、薬味もおかわり無料で、もう遠慮なく薬味3回ぐらいおかわりしたし、ストップって言わなきゃ本当にずっと流してくれるんですよ。だからここに溜まってきちゃって、もう取る時間もなく、もうどんどん流れてくるから、取れずに ワゴンじゃないオケに溜まってって、すみませんストップでお願いしますって言わなきゃ本当にずっと流れてくる。で最後だけラストお願いしますっていうので、最後ミニトマトが1個あ人数分流れてきておしまい。薬味が美味しすぎた。大葉やばい。大葉最高だったな。遠征組めたら万超えだけど、牛の方で実質無料泣けるで、しかも劇場ってね、席によっても全然見え方も違うから、値段は変わらないから、本当に私たちもいかに1回の公演でその奥前の人後ろの人関係なく一人一人に満足してもらえるかっていうのをね、意識もしながら自分も楽しみながら、本当に私たちも頑張ってます。メンバーでもね話す、そういうの、まあ、高いよねって普通にでもしょうがないよね、その分頑張らなきゃだよねって。駐車券、あ、駐車券ないんだ。確かに車でラブラの駐車場を使ったら2時間3時間結構でかいね。
乗車券のやつないんだ。買い物すると3000円以上買うとお店によって乗車券出すと無料みたいなやつ、確かにあればいいのに。新規さんもっと入りやすくなるといいのにって、そう思う、すごい思うけど、めっちゃ難しいよね。逆にそれで新規の人が入りやすくなりすぎても、今まで頑張っていろいろ付け線とかでいろいろ操作やって頑張って頑張ってやってた人のにとっては、なんだよそんな簡単に入れて、私はもっとこうだったのに、大変だったのにってなりかねないじゃないですか、人によって。月に1回切ればいい。月に1回でも本当に嬉しい。風の陣の1号部屋可愛かったです。ありがとうございます1号部屋してた聖司玲奈です。可愛すぎて推しになりましたって、風の陣で。やったー、風の陣で推し、レイニャ推しが増えました。皆さん拍手レイニャ推しが一人増えました、嬉しい。エチゴンになってよかった。流しっぱなしそうめん、その本当にその通り。めちゃくちゃ楽しかった本当に。フェスやっぱり楽しい。今年もたくさん出れるといいな。クマありがとう。かわいい、ティータイムしてる姉ちゃん見れるだけで満足です。その気持ちが本当にすごい、本当にすごい。そう思ってくれる人がいるってすごいし、そう思えるのすごい、心が寛大。それだけ好きでいてくれて、でも本当にありがたいことだなって思います。最近公演もでもめっちゃいっぱいあるもんね。6月もいっぱい出演します。今月の生写真めっちゃ可愛い。あそうだ、生写真いちごだ、いちごじゃないっけ、いちごだよね。おショット載せようと思ってたんだ、ナイス。2作品にしちゃってる。2作品連続オフショット載せ忘れて、コンサート期間でちょっと告知する余裕なかった。だからオフショットめっちゃあるんだよね、スーツのやつと黄色のと緑っぽいワンピースみたいな可愛いやつ。オフショットもう発売終わっちゃったけど載せたい、過去の2作品結婚してタワーだこれ。ありがとうありがとう、まゆちゃんかわいい。今まで史上一番好きかも私、このイラストのタワー。変わりすぎだね、ギフト月1ぐらいで変わってる。今猫の日なの、期間限定の猫ギフトなの。かわいい紫っぽい猫。風の日に西日は眩しくてちょっとさ、確かに後ろから西日日当たってたから、ファンの人がそっか眩しかったんだ。私たちは眩しくなかったけど
ファンの人が犠牲になってた、その分ありがとう。暑い中、暑くはなかったか、あの日風があったからちょうどよかった。あの日私の友達が一人で来てくれてびっくりした。ちょうどその当日の朝ぐらいにその友達と LINE してて、これから柏崎でフェスなんだみたいな言ったら、え、なんで言ってくんないの、行こうかなみたいなえ、来ると思わないじゃんって思って、来ると思わないじゃないですか、友達がその柏崎のフェスに。だから別に言ってもなかったんですけど、毎日連絡取ってるわけでもなかったから、たまたまその日連絡取ってて、フェスがあるって言ったら今から行くねって言って、チケット買えるみたいな、まだ間に合うみたいな言われて、でもその時点でもうなんか1000番まで発見されてるみたいなのが出てきてたから、どうなんだろう、ワンチャン買えないかもみたいな、ちょっと私もちょっと曖昧な感じで答えちゃったんだけど、でも本当に来てくれて、4時ぐらいに到着してチケット買えたらしくて、販売まだやってて無事に入れたんですけど、一人で来てグッズ持ってないけど大丈夫みたいな、すごいファンの人たちの圧に負けそう、頑張るねって言って一人で、女の子一人で来てくれてて、めちゃくちゃ面白かった。あ、またくまティータイムありがとう。そうだよね、ランダムだったんだよね、ランダムで3時過ぎぐらいから並ぶ順番が、だから事前に買ったとしてもそこで並んだ順番で入った順って感じだったよね多分。知り合いオタに会ったらみんな日焼けしてたねえ、確かにみんな到着した時みんな日向ぼっこしてた。私も日向ぼっこっていうか海見たかったな、みんな海見たの、友達ふっかるすぎて、いや本当にふっかるなの。でも本当に柏崎来てくれたぐらいだから、そっちの遠くの方に住んでる人で、下の方っていうのに住んでる子だから遠いんですけど、本当にねふっかるすぎて、あの軽い気持ちで誘えない、なんか来てよって言ったら本当にすぐ来ちゃいそうで逆に誘えない。でもさっきも連絡取ってて、スケボー、あ、今日も仕事やだなって LINE が来て、偉いね頑張って、私は今からスケボーするよって言ったら、なんだっけな、あ、一緒にやろうよみたいな誘ったんですけど、あ、そうだ、その子もスケボーやったことあるけど、そうだ、それはさすがに来てくれなかった。お、なんか一回大怪我してトラウマでそれから乗ってないみたいな言ってた。え、でもその友達がさスケボー始めてくれたら私めっちゃ嬉しい、めっちゃ頑張れる、めちゃくちゃ仲良しな子だから、超仲良しな子がスケボー一緒にやってくれてるんだったらすっごい嬉しい、まあ、遠いけど、でも一緒に滑れたらめっちゃ楽しいだろうなって思ってちょっと誘ったんだけど、さすがに来てくれなかったライブまでサウナ入るかで止まってた。え、サウナあったよね、私行きたかった、サウナめっちゃ大好きなんだよね。あ、女性エリアがあったんだ、やっぱり女性固まってた、あ、だからか、すごい女性に優しい、女性に優しい世界。
そうだね、早く買っても書けなかったみたいですね、あの日は。でもね、注意事項に書いてありましたよね。なんかオタクの朝は、オタクの朝は早いはいらないって一応のツイートに書いてあった。お友達柏崎の花火も来てくれるかな。絶対来てくれる、言えば。私そうだよね、言えば来てくれそう。あえて当日に言おうかなこれから柏崎の花見なんだけど来ない？ダルマハートありがとう。これから、間違った、今来ました。排水口綺麗になった、綺麗になりました。めっちゃ嫌だって、気持ち悪いって思ったらさ、本当に気持ち悪いじゃないですか、排水口の掃除とかって。だからもうね、無になってやってました。でも綺麗になったらすごいね、気持ちがいい、気持ちが本当にパッて、なんかふわってする。あ、綺麗になった、やったって気持ちになる。でもちょっとね、サボっちゃってて2ヶ月ぐらいめっちゃ汚れてた。からすっごい綺麗になった、気持ちよかった。女性に、女性席はすごく賛成。女性に優しい世界であってほしい。アイドルとか関係なく、もっと女性に優しい世界になってほしい。なんならまだ足りない、この女性にもっと優しくなれる日本は。でもね、男性も大変だよね、そうやって言われちゃうと。レディーファーストとかよく言うけど、紫の洋服似合ってる。そう、これはガホがくれたお洋服です、お誕生日プレゼントで。男性もつらい、いや、男性がつらいのも、わかるよ。でも女性は女性にしかないものがありすぎる気がする。あんまりちょっとアイドルが語ることではないけど、政治家には、政治だけに政治家になっちゃう。絶対に無理です。10% 無理です。やだ、私そんなみんなの重荷になれないみんなの期待背負えない、そんなにそんなレベルの話じゃないけど、壊れたスケボー治るそう。いや、治るっていうか、買わなきゃ、買って組み立てなきゃですね。1万円の失敗ですね。1万円だっけ、どれぐらいだっけ、1万円した気がするんだよね。トラック、スケボー、ああ、物による。8000円、7000円、安いやつだと5000円、いいやつだと1万超える。でもいろんなの使ってきたわけじゃないから、何がいいかまだ分かんない。
愛い、ありがとう。え、その指ハートギフト、私の指みたい。女性枠ね、復活してほしいですよね。でも連番できるようになっただけでもすごいさ、嬉しくない？女の子の友達ととか来れちゃう。男の子の友達ととか。スキーって毎年買い替えるの？え、知らなかった。ちゃんと使ってる人は毎年買い替えるのか、大変だ。高そう、スキーなんて。スキー、スノボースノー、ウィンタースポーツってめっちゃ高いイメージ。1年に春夏秋冬のワンシーズンしかないのに、なんであんな高いんだろうって思ったことある。なんでなんですかね。ウェアとかもめっちゃ高いよね。めっちゃ高かった。ウェアはロキシーのウェアをムラスポで買いました。一昨年か去年、一昨年だっけ。でも去年、あ、そう、一昨年買って去年一回も行けなかったんだ。買ったのに。確かにスキーも高い、本当に。年パスとかあるっけ、とか買った方がいいよねきっと。でもね、一回しか行かない人とかはね、めっちゃ1回ですっごいショッピーだよね。でも楽しいよね。わー、スキーしたくなってきた。スノボしたい。でもスノボもね、スケボー始めてからちょっとできるようになったけど、やっぱ私スキーの方が楽しいかもしんない。雪、ウィンタースポーツは、まあまだ慣れてないっていうのもあるけど。そういう人はレンタル。でもレンタルが高いんですよ。レンタル2回やったらもうウェア変えちゃうみたいな。ウェアは揃えたけど、靴も絶対買った方が安いなって思った、レンタルより。板はレンタル、持っていくのがめんどくさいじゃん。持っていけない、一人で新幹線持っていけない。私埼玉のお友達とスキー、スノボ行くので、メンバーであんまガチで行きたいって人あんまり今までいなかったかっていうのもあるし、普通に毎年行ってる子がいて、だから現地就業とかが多くて、一人で行くのに板持っていけない、大きくて。車があればいいのに。昔スキー場で撮影とかしてた、してた。生写真とかロケ生写がなくなったのが結構寂しいですよね。でも今考えると月1で生ロケ、月1じゃないか、数ヶ月に1回ロケ生写してたの贅沢すぎたなっていうのはすごい思う。今の生写真でもめちゃくちゃ可愛いのとか撮れるし、なんならスタジオの方がなんかセットとかあって漏れたりする、照明とかにも言っても。けどやっぱね、またやりたい気持ちはある。あ、え、違う、私板も、そうだ、もらったんだ私。お下がりもらったんだ私。ピンクの可愛い板あるわ今家に。それで一昨年行ったんだ。なのに去年行かなかったんだ。思い出した。あ、じゃあ、あと靴がないんだ。そうだ、それで靴のレンタルだけで4500とかかかって、
だったら靴買った方がいいじゃんってなったんだ。思い出した、晩飯食べてくる、晩ご飯、晩飯じゃなかった、晩ご飯食べてくる、いいな、お腹空いてきた。でも私今日の晩ご飯考えてないんだけど、どうしよう。鶏肉しかない。あ、牛タン、牛タンがある、牛タン食べよう。家で牛タン食べれるの幸せすぎる。初めて牛タン買った、じゃあってやつ、牛タンの塊のやつ初めて買ったんですよ。美味しいのかなって、家で食べる牛タンって思いながらちょこちょこ食べてるんですけども、すでにちゃんと美味しい、お店の味、普通に牛タン。スーパーで売ってるさ、スライスされた牛タンってめっちゃ高いじゃないですか、割高なんですけど、丸々買った方がお得ってことに気づいて買ってみて、切って食べて冷凍して、今日それ食べよう。でもさ、保存の仕方がめっちゃ難しくて、私今のところ丸ごと買って冷凍して、冷凍したカッチコチのやつを一回解凍するってなると、まあ、冷蔵庫でにしばらく入れとくか、多分2日はかかる、柔らかくなるまで。でもチンすると、もう1回チンしたやつはまた再冷凍、どんどん味が落ちるじゃないですか。だから私はもうカッチコチのやつを頑張って包丁でスケボーの板組んでるぐらいの作業的な力でカッカッカッカって切って、凍ったやつを冷凍庫に戻してってやってるんだけど、そろそろ包丁が折れそうで、やばい。保存の仕方が本当に分かんない。買った時点で最初からこう分割して切って冷凍しとけばよかったのか。え、そうだよね、絶対そうだよねって思いながらもう一回冷凍しちゃったもんだから、一回完全に解凍されちゃうとさ、また冷凍するってなったらさ、ね、味が落ちるじゃないですか。でももうね、最後の1回で食べれる量ぐらいまでいった。本当に危ないよね、包丁って。かなんか何用なんだろう、フルーツ用のギザギザの包丁があって、それだとなんか削れて、本当に最初筋肉痛になった、牛タン切るので。苦手駅に利休できるか言ってみた。わあ、マジで利休大好き、利休大好き。東京行った時もめっちゃ利休行ってた、握手会の合間とか、合間には行ってない握手会終わりとか、握手会前後にメンバーとご飯食べ行くってなって、どこ行くってなって迷ったら利休行ってた。難しい。わ、利休できてないかな、もうできてないか。利休食べたい、牛タン食べたい。あ、食べるんだった。利休美味しいよね、ちょっと高いけどね、満足度はね 100%。利休とちょっと比べちゃうと全然ちったわ、私のうちにある 牛タン。え、じゃあそろそろ夕飯の準備に取り掛かりたいと思います。今日は本当にオフな、オフデーでした。主婦みたい。朝起きて朝ごはん作ってスケボーして、洗濯してスケボー、メイクしてスケボー行って帰ってきて、アイスコソーして配信して、あれもあるよね、新潟欅、牛タン欅も結構前にできたよね。あ、
あそこも美味しい。善次郎、炭治郎、仙台。でも仙台での牛タン食べたことある、多分行ったことある。仙台の有名な牛タンね、絶対食べたことある。行った時に2泊3日で行って、牛タン屋さん3日間違う牛タン屋さん行ったから、絶対有名な牛タン屋さん行ってると思う。アイナもいた、その時。リニアの手料理食べたい。いいよ。この前牛タンじゃなくて親子丼作ったら薄味すぎて泣いた。濃いよりいいけど。しかも鶏胸肉で牛タンじゃなくて、間違えた、牛タン食べたすぎ。鶏胸肉で親子丼作ってみたらやっぱりちょっと物足りなかった。親子丼はもうもも鶏もも肉しか勝たん。ちょっとダメだった。パサで、パサパサまではいかないけど、サラダチキンと卵とみたいな感じになっちゃって、私は薄味好きだから食べれたけど、ちょっと失敗だった。鶏胸肉は、でも鶏胸肉のね、大容量買いして今ね冷蔵庫にいっぱいあって、それをね消費したいの、しなきゃなの。だから親子丼作ってみたんだけど、ちょっと微妙だったな。1日間牛タン強すぎ、わかる、私は嫌だったのでもそう、前なとモフと言ったんだけど、そう、モフと言ったんだ、言ったんだけど、あのね、もうモフが、明日も牛タンだから、明日も牛タンだよ。明日も牛タン。アイノとモフは結構えイエーイみたいな感じだったけど、私同じものをあんまり食べるいうのはあんまそんな乗り気じゃなくて、はい、明日も牛タンって気持ちだったでも行ったらめっちゃ美味しかった。モフはもうね、一つのものへのね執念がすごいから、食べ物に関しては特にそう、もうねそれって決めたらもう絶対に曲げない。朝夜牛タン食べた日がもあった、その3日の中で。いろんなお店の牛タン、せっかく仙台来たから食べたいみたいな、いいねって、あ、そんな赤さめ出してないですよ、いいねって思いつつ、心の中でいや、さすがに飽きるなって思いながらついてった牛タンに取りつかれてた。でも全然いっぱい食べても嫌いにならなかった、牛タンのことだから。本当に美味しかった、美味しい牛タンを食べた。やっぱね、本番の牛タンは何回食べても飽きない美味しさだった。楽しかったな。モフとアイナと旅行行きたい。チンギスキャッツ。でも3人の予定全然合わない。ゴールデンウィークもね、モフに誘われてたんだけど行けなかった。当たり前に。でも去年は奇跡的にピクニックに行けたんだよね。あれが奇跡だったんだよね。モフとリエさんとノエとアイナとピクニック行った時が去年。私は会えなかったゴールデンウィーク。っていうかみんな県外行っちゃってて普通に寂しくない？卒業したメンバー、同期そう、もう3人しかいないもんね。でも3人ともさ、あれ
新潟出身じゃなくて埼玉、東京、青森の3人が新潟にいるってめちゃくちゃすごいよね。奇跡だよね、本当に。みんなバラバラ。東北行きたい、行きたい、ライブで行きたい、行きたい。え、北海道行きたい。北海道でカニとイクラ、いや、イクラ丼食べたい。あと味噌ラーメン、美味しい味噌ラーメン、行列のできる美味しい味噌ラーメン絶対あるよね、行きたい。本当に、でも本当にね、新潟好きすぎて、私新潟に住みたい一生って思うぐらい新潟過ごしやすい。しかも駅が新しくなったじゃないですか。あんなんもうルミネやんみたいな、生活困らないやんって なってて、もっと早くできてほしかったって気持ちと、本当にもう都会だなって、過ごしやすい、何でもあるし、自然もあって海も近くて、車がさえあれば本当にめちゃくちゃ過ごしやすい。マジで新潟ラブ、アイラブ新潟。いや、新潟の田舎の方も好きだし、柴田って農業やってるけど、農業していく柴田もの街並みも大好きだし、本当に新潟最高。新潟来てより自然が大好きになった。埼玉戻ったら私自然物足りな、自然が足りなすぎて多分すぐ秩父があるか、秩父、毎日秩父行きたくなっちゃうぐらい自然がないの辛い、周りに。確かに埼玉海ないもんね、秩父行っても。やっぱ海大好きだから海近いところがいいな。本当に新潟の人になった、ま、だって私新潟にもう9年 いて、ほぼ私が生きているのは23年でしょ、人生のもうすぐ半分。しかも埼玉にいた頃子供の頃だからめっちゃ詳しいってわけでもなく、新潟の方が何なら詳しいと思う。観光埼玉の観光地は秩父しか、 あと川越とかいっぱいあるけどね、埼玉では秩父が好き。佐渡行きたい、好きって言ってくれてるし、え、マジで新潟大好き。希望しててもすごい新潟のパークの雰囲気がすごい好きなんだよね。やっぱ新潟って人が温かいなと。県外のパークも行くけどやっぱ新潟の雰囲気がいいってなる。佐渡行きたい、佐渡も大好き。おー、佐渡佐渡も絶対行きたい。今年も佐渡行きたい。佐渡まで泳ぐ。ということで、じゃあそろそろ終わりにしたいと思います。佐渡まで泳いで
水が、あ、なんか透明になってきたなと思ったら佐渡に入ったってことでしょ。その場で遠泳っていうのしてみたい。あれなんて言うんだっけ、そういうの泳いで島から島へ渡るやつ、遠泳してみたい。メニューのできそう、わかる。本当にやってそう。3年後とかに永遠に挑戦しますみたいな言ってそう。あ、トライアスロン、それトライアスロン、そう、私やってみたいって思ってる、生きている中で。アクティブすぎ。やっぱ私人生絶対に女の子ではなかったと思うんだよね。人間でもなかったと思う、私前世なんか猿とかだったと思う、チンパンジーとかってぐらい私あんまり人間っぽくない要素がいっぱいある。ファンの人には人間に見えてるかもしれないけど、自分で自分のことやばいなって思うことがいっぱいありすぎて。魚かも前世、人魚、前世人魚、人魚とか絶対身体能力高いし、え、前世人魚めっちゃ可愛い、前世人魚って言うよこれから。私の前世は多分人魚だと思います、人魚姫だと思います。なぜかというと海好きだし、体動かすの好きだし、運動神経もあるし、トライアスロンしてみたいからです。だから多分前世は人魚ですでした。ちょっとね、アイドルっぽくて可愛い。前世人魚でいきます、今日から。よろしくお願いします。じゃあそろそろね、お腹がめちゃ減ってきたので終わりにしたいと思います。13位から読みます。13位、竹めぐさん。12位、りっくん。11位、ぬっくん。10位、からミスターさん。9位、からしさん。8位、いつかの少年さん。7位、たまわと荻野よかゲーム T さん。6位、しゅうちゃん。5位、聖司玲奈さんがとても心配です。4位、指原部あとすいさん。3位、ゆうまろさん。2位、503さん。そして第1位、まゆちゃん、ありがとうございます。スクショタイム忘れてた。猫タワーありがとう。ありがとうございます。それでは海へ帰りたいと思います。もうすぐこの足が使えなくなってしまうので海へ帰りたいと思います。おやすみなさい。またね、ありがとうございました。皆さん今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。